スの旧体制について見ていきましょう。松井塾です。まず重要になってくるところをしっかりと見ていきましょうという形になります。フランスの旧体制っていうのは、第一身分、第二身分、第三身分というこの三つの身分に分かれています。で、一つ目が聖職者、二つ目が貴族、そして第三身分に平民、つまり一般の人々というふうな形になります。まあこれどういうことですかという形になるんですが、まず第一身分っていうのは、教会とかで神父さんやってる方々。これを第一身分とします。つまり一番偉い身分の人々ですよ。で、第二身分に貴族と呼ばれる人々を置きます。いいですか？そして第三身分に平民と呼ばれる人々を置く。これがフランスの旧体制、第一身分、第二身分、第三身分という形になります。つまり第一身分に聖職者によってトップに置いて、第二身分に貴族。この二つの身分の人々が平民からたくさんの税金を使う、取る。そして自分たちは何も働かなくてお金だけもらっていくというふうな形をとっているのがこのフランスの旧体制制度というふうに覚えておいてください。つまり第一身分と第二身分の人々は何も働かないで何も仕事しないで何も汗を流さないで平民たちから税金だけ全部ガバーっと取っていく。で、これに対してお前ふざけんじゃねえぞっていうふうにこの人たちが怒るということです。そしたらいつもの西洋ですね。ほなら自分がやってみたらということです。ほな、自分がやってみたいばって。もうやったるわいと。もう俺がやったるわいと。いうふうな形で、平民が貴族や聖職者に対して戦争を挑むというのが、次回以降やります。フランス革命というふうな形になります。よろしいでしょうか。それでは、本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。